はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、いつもおなじみのダイレクトカーズさんの方にお邪魔しております。多分ですね、僕の記憶が正しければ第11弾ぐらいになってると思います。はい、で今回はですね、ちょっと新作になるんですけれども、福岡のキャンピングカーショーで発表された車になりますんで、今回はね、そのハイエースの晩婚、僕ね今回これめちゃめちゃ気に入ってるんで、そちらを紹介していきたいと思います。モーターズ。はい、そしたらですね、いつもおなじみのダイレクトカーズの桃田さんです。よろしくお願いします。桃田さん、もうこれ第何弾か僕もちょっと記憶が曖昧です。もうここの鈴鹿の店でどうも何車種やったろ、11弾やと思うんですよ、これ多分11弾目なので。はい、もういろんな車種出てきますけど大丈夫なんですね。いや、だってもう毎日がキャンピングカーショーでしょ、この店は。うん、そうなので、だって100台以上ありますから、はい、やっぱりハイエース1種類100台じゃね、はい、ダメでしょ。確かにいろんなハイエースが見て、比べられるということで、もう店舗、はい、いわゆる出店前にもう1年半ぐらい前からも、はい、そこに標的を合わせてもう全部わーいろいろ組んでやってましたから。すごいですよね、はい、本当に皆さん一回来てもらった方は多分分かると思うんです。ちょっとしたキャンピングカーショーですもう K から晩婚、キャブコン、トレーラーもう全部あるんで、一回キャンピングカーってどんなもんやってみたい方はもうぜひ足運んでいただければいいんじゃないかなと、はい、で僕が今回福岡キャンピングカーショーで気になった2代目、はい、この晩婚僕好きです。ありがとうございます、はい、これはどういったシリーズのあれなんですかね。うちで定番のこのロングセラーのリトリートシリーズってあるんですね、バンライフ的なもの、そのバンライフのいわゆるちょっとベースをバンとか、デラックスなんですけれども、はい、それをスーパー GR ダークプライム2で作った車になります。あ、特装車とかではなくもう、はい、売ってるダークプライム2を作ったと、はい、作って、はい、あ、だからですね、僕後でゆっくり見せますけど、内装がねすごい雰囲気いいんですよ、はい、今回ですので、今回外装に関してははい、ノーマルで、一応うちの、はい、そのダイレクトカーズのブルームのフロントスポイラーと、はい、そっか、あとブルームのうちのホワイトポリッシュのホイールと、はい、ですね、あとファルケンのタイヤが入ってるっていうところですね。はい、わかりました。じゃあモーさん、今日一日どうもよろしくお願いいたします。モーターズ。はい、桃田さん、はい、じゃあ早速みたいな内装ですんで、はい、ちょっとご開帳お願いいたします。はい、お願いします。はい、ご開帳です。電動スライドで、はい、今回両側スライドなんですよね。はい、はい、それの今片側から見せた。おお。シートが幅広の1400。広い、これは。はい、はい。だいたい1200とかね、はい、1300、1400のシートを使ってます。なるほどですね。結構入り口の方まで来てますんで、はい、もう一応3名やと思うんですけど、はい、もう十分多分ゆったり3名座れるかなってところですね。あとシート、これ変わってますよね、はい、もう。はい、ベッドシートになってますんで、はい、これなんていうシートですか。レボシートですね。レボシートで、おお、はい、これがスライドするんですね。もうちょい行きますね。はい、でここ荷物乗せたい方はドーンと乗りますし、はい、シートも2列目もあるというところですね。はい、ありがとうございます。これ皆さんちょっと後ろ見てもらいたいんですけど、ここがじゃじゃーんってところなんですけど、本当はどうですか、雰囲気が。でも上とかね、今までの僕リトリートシリーズと全然雰囲気違う。そうですね、ちょっと変えてます、素材であったりとかですね。僕これパッと見て思ったこと言っていいですか。鈴鹿ベースの天井と似てるんです。いいとこ気がついてくれましたね。ちょっと上見て、そう、そのままカメラさん、鈴鹿ベースの天井とちょうど見てもらって分かるね。これ来た方しか分からないと思うんですけれども、鈴鹿ベースの天井もこんな感じで黒い、ごめんなさい、ダークプライム2ですんで、はい、内装が黒いんですよ。なのでちょっと高級感のある、もともと空間になってまして、そこにこういった木のパネルというんですかね、そういったのをつけられているというところですね。ありがとうございます。あとは機能的なところなんですけど、どうやっぱ後ろから見た方がいいですかね。後ろから行きましょう。はい、はい、はい、後ろついてますんで、じゃじゃーんっていうところで、よいしょーってところでどうですか。シンクと、はい、電子レンジですね。はい、はい、はい。ここが、あ、そこ扉になってたんですね。ポリタンク。あ、水タンクが入るところになって、この内側に板張りが入ります。はい。あ、窓をこれも潰してっていうのは何か理由あるんですか？やっぱりそのこのリトリートと一緒で雰囲気を出したいなと思いまして。なるほど。はい。はいはいはい。まあまあでもベースの内装がすごく黒いので。そうですね。はい。板張りを全面にしなくても結構高級な。そうですね。雰囲気が。木、通常リトリートだと木だけなんですけど、はい、こういう高級な焦げ茶のまあまあメラミンとかいろいろ貼ったりとかして、はい、雰囲気を木だけじゃなくて木と茶を入れたちょっとダークなシックな感じ、はい、縫製もこういう感じでおしゃれにちょっと仕上げてますね。確かにもうこれだけで全然雰囲気変わりますよね。はい、はい、でもちろんこれ、まあ就寝の今ベッドのモードになってると思うんですけど、もちろんこの板が外れれば、はい、まあカーゴモードであったり、まあ荷物もすごい量入ると思いますんで。はいはい、まあ使い勝手がすごくやりやすいんじゃないかなっていうところですね。はい。ありがとうございます。あと8ナンバーキャンピングカーですんで、はい、横座りができます。ああ、なるほど。ここもじゃあ席なんですね。はい、シートになってるんですね。はい、席です。ああ、そしたらこれ何名乗車ですか？これ6人です。6人。じゃあ7人か。モーター。はい、そしたらももさん、はい、ちょっと今まあベッド後ろ目になってるんですけども、これなんか他にも点火あったりするんですか？はい、全然じゃあ。ベッドにしましょうかね。あ、ベッド。え、これベッドじゃなくてこっちとつながります。あ、なるほど。2列目とつながる。はいはいはい。なのではい、完成。ももさん、これは広いっすわ。これテーブルこうやって避けといたらいいんじゃないですか。はい。まあテーブルね、置いたままでもいいし。はい、あ、もうお座敷モードみたいに。そうそうそう。ここに言うたらちょっと座りながらもうできますし、一人の人がこうやって寝てても隣の人がご飯食べたかったらお座敷モードでできると。オッケーです。はい。もう多分ももさん本当にこのままほっといたら寝てしまうぐらい今日過酷でしたので。はい、まあこういうモードもできるよと。でもこれかなり広いですよ、ももさん。はい。2列目の先っぽから、はい、もう多分後ろのリアゲートのところまでありますんで、小さいお子さんでしたらもう川の字に寝れるのがいいかなっていうぐらい。はい。大人でももうゆったり寝れると思いますんで、はい。とこですね。ありがとうございます。まあこういうとこにね、ドリンクホルダー。はい、もちゃんとあったりもします。電装のね。はい。あれつけてもらえるんですか？フリップダウンモニター。あ、全然いけますよ。今回ないですけど、1列目と2列目の間のところにこういうテレビとかもつけたりはできますので、はい。まあそういったオプションはもういろいろ聞いていただければいいんじゃないかなっていうところですね。まあですがこれってどちらかというと普段使いもすごいできますよね。できますね。普段乗用車として使って週末遊びの車に変換っていうね。そうですね。はい。後ろ抜けば荷物もかなり乗せれますので、まあ仕事もできるし、普段使いもできますし、でキャンプもできると。ですので車2台とか3台持つんやったらどうですか皆さん、これ1台で済むんですよ。はい。ですので結構ね便利な車なんじゃないかなって思います。はい。あとはおしゃれです。はい。結構多分人をね乗せたりしたら皆さん多分これすごい喜ぶと思いますよね。はい、ちょっとお客さん乗せたくなる気分になれる車なんじゃないかなと思います。はい。モーター。はい、そしたらももさん、ちょっと内装の装備で、ちょっと最初の時にさらっと言っちゃったので、ちょっとじっくりちょっと見せてほしいんですけど、今回ちょっと装備どんな感じですか？電子レンジ。電子レンジ。はい。はい、シンクね。はい。で、8ナンバー。8ナンバー。はい。あとこういうとこに。アッパーボックス、アッパーボックスがあって、ここにも上にボックスがあって、この下にもボックスがあるのかな。なるほどですね。それ電子レンジとかシンクを後ろの方に持ってきてるっていうのはなんかメリットあるんですか？やっぱり外からほら荷物入れやす、汚れたものとかアクセスするし、まあちょっとそこでちゃちゃっと洗ってから出してもいいし、もらってもいいからね。あえてだから。まあこういうとこじゃなくてこの後ろに持ってきてる感じですね。なるほどですね。ああ、なのでこの辺もまあこっちをまあメインで常用で使うって考えたら、まあそっちに持ってきておいた方が普段使いは多分すごく便利なんじゃないかなと思いますんで、はい。まあ皆さん使い勝手それぞれやと思うんですけど、まあ使い方に合わせてこういった車種もまあいろんな車種ありますんで。その中で選んでいただければいいんじゃないかなと。まあ僕はね結構今回に関してはこれまあリトリートシリーズと言われなかったら別のシリーズかなと思っているぐらいの雰囲気すごい変わってて、僕は結構好きです、この天井が黒いっていうのは。はい、ですので一度皆さんねイベント会場とかで見ていただけると違いが分かるんじゃないかなと思います。はい、もうさん、そしたら今日一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう結構な台数やってきましたんで、ありがとうございます。はい、まあでもいろんな車があるからやっぱ楽しいかもしれないです。僕結構今回本当にこの福岡でこの車見て、なんで先にこれを紹介させてくれへんかったんかなって思ったんですけど、間に合わなかったですね。さあこんだけ作ってたら間に合わないでしょ。とりあえず台数を集めなきゃいけないしね。お客さんが来た時に、はい、やっぱりそのワクワクするような期待するような天井が、まあ一番最初かなと思って、はい、ですね。なるほどですね、はい、間に合わなかったです、まあ、そうですね、わかりました、はい、今回本当にこのダックプライム2をやっぱ使ってるのはこの天井がやっぱ黒いっていうのがやっぱ大きいかなって、はい、ここはやっぱ施工するとお金かかるんで、はい、まあ元のベースを使って、まあ、うまくこういった木でアレンジすることによってかなり雰囲気がね、はい、いいんじゃないかなと思います。はい。あとはやっぱ皆さんちょっと気になるのはもうさん価格ですね。なんかカンペ見てませんよね。カンペ見てませんよね、まさか。はい。535万円。税込み。はい。うわー、これでも結構いいんじゃないですか？もうだってほら、この装備見たらいいよね。あ、もうだってキャンピングカーの装備全部でついてますし、はいはい、僕がなんと言ってもお得かなと思うのはやっぱ普段使い。これがもうきちっとできて、はい、で、まあ荷物も乗りますし、もちろんでキャンプも行きますし、ね、お友達なんか多分車に乗せたらどうですか、皆さんこれ喜ぶと思いますよ。はい、なんかお友達ハイエース乗せるって言ったらちょっとね、アルベルの方がいいやんみたいになるかもしれない。でもこのキャンピングカーやったら結構皆さん喜んでくれると思うんで、そういった楽しみも子供の送迎とかこれ乗せてあげたらこっちの方が絶対喜ばれますよ、はい、アルベルより。はい、ですので、まあ、そういったのもねちょっと含めて皆さん検討していただければ、はい、結構いい価格になってるんじゃないかなと思います。はい、そうしましたら納期とかは大体どうなんですかね。これはね、うちもハイエースオーダー止まってるんだけど、在庫で頼んでるのがあるんで、それが間に合えば、まあ、どうでしょう、3から半年ぐらい。おお。ただ新型になっちゃうともうオーダーが、来年の1月からなんで、なるほどですね。時間かかっちゃいますね。なるほどですね。まあその辺は本当ベース車両の諸事情が最近ちょっと結構いろいろありますんで、はい、まあ多少変動はするかもしれないですけど、うまくいって車が入ってくればもうすぐにでもまあお渡しできるかなっていうことみたいですので、まあできればねお早めにお問い合わせしておいていただければいいんじゃないかなっていうところですね。はい、ありがとうございます。なんか最後言い残したことありますか？やっぱりなんて言うんでしょう、買う買わない別としていつもおっしゃってるんですけど、はい、やっぱキャンピングカーって結構敷居が高いところがあるんで、うん、はい、やっぱりその買う買わない別として気軽にどんな装備がついてるのか、どんなお店なのかっていうのを、はい、この鈴鹿ベースに来ていただいて、はい、まあ、ご自身のこう合うものをちょっと見つけていただきたいなと思います。うん、でうちの場合はもう先ほど言ったように軽自動車から、まあ、大きな輸入車のでかいのまでありますし、はい、軽キャン、バンコン、はい、キャブコン、トレーラーもありますし、はい、価格だけだったら中古車のキャンピングカーもありますし、うん、はい、あとレンタカーもやってますから。お、なるほど、はい、ということですね。まあ、必ずお客さんのそのニーズに合ったような、うん、まあ、車両が一度見つかるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほどですね。はい、まあ皆さんやっぱそれぞれですもんね。予算から決める方もいらっしゃいますし、はい、まあ、はい、乗る車から決められる方もいますんで、はい、まあここに来れば、まあ、ほぼほぼ大体何でも。そうですね、もう価格帯ももうそれぞれあります、ね、バラバラですね。はい、あります。だからキャンピングカーのうちはその総合ディーラーというか、うん、はい、もう何でもだからいちいちいろんなところにお店に回りに行かなくても、うちで一軒で済んでしまうっていう、はい、確かにそれはありがたいかもしれないです。見比べられますのでね。はい、はい、というところで、まあ鈴鹿ベースっていうことで国道23号線にありますんで、はい、結構いいところにありますんで、もしよろしかったら皆さん、まあ、観光がてらに来ていただくのもいいんじゃないかなというところですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。あとダイレクトカーズさんの詳細に関しましては概要欄の方に貼っておきますので、 YouTube チャンネルもされてますので、そちらの方もご覧ください。そうしましたらまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。いや、もうあと何台ぐらいありますかね。まあ輸入してるのもあるからね今回、はい、まだありますね、まだありますね、はい、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。